でようこそ。本日僕たち大須に来てます。うなぎ行くぞうなぎ行くぞということで、物件探ししてまして、今だいたい終わったんで、今からお昼ご飯食べに行こうと思います。で、その後古着屋さんに行きます。昨日も見たんだけど、俺たち3人で昨日はね、デザートスの渋谷店行ったんですよ。渋谷に新しく店舗ができたということで、宮迫さんの竜宮城のビールに入ってるやつで結構面白かった、うん、しかも雄大地味に爆買いしてたよ。いや、そんな買ってないよ。いやでもさ、一着のさ、爆弾がでかかったよ。いや、そんなことないよ。バーバリーの一枚袖のコート、いや、ボロかったから安かった。ボロくないよ、あれ。いや、ボロかったんだよ。袖がなんかちょっとだけね、ホロホロしてた。で、嫁にあれあげたわ。あげたの？あの、違う、あのルイヴィトンのさ、あ、そうだ、あと財布も買ったの。キーリング、あ、そうそう、キーリング、キーホルダーみたいな。あれは嫁にあげた。もう買ってます。僕はダルフのコールドウェルのシャツ、長袖のリネンのシャツが。ハルくんまだ買います。もうちょい今からうなぎ食べに行くんですけど、まあ、でも前は結構遅刻したんですよね。遅刻した、遅刻してきてさ、なんかやたら危険そうでさ。まあ、確かに。で、ちょっと飲み物買いに行くわ。飲み物買いに行ったら、そのコーヒーボーンと落として、あ、いや、どういうこと、すいません。あの、全然不機嫌な感じなかった。すごい、ただまずごめん。で、マネアケジョーそういうやつだからさ、別にいいんだよね。あー、ちょっと知ってるからね。こいつは焦ったもん。やべ、マネアケジョーマジで遅刻癖がある。はい、こちらですね。カット入れた。え、めちゃくちゃ雰囲気いいじゃん。三つ玉さんにやってきました。三つ玉？はい。待って、本日分の受付は？え、そんなバグ系なの？でも営業中とか。いや、ソールズアウトだ。ソールズアウト。え、テイクアウトとかそっち系がってことじゃなくて。いや、一応聞いてみよう。一応聞いてみようか。でも4万でいいか。しかもそんなに高くないんだよ。ラメンゴだった。じゃあヤッコ。でもヤッコが美味しいって言ってたんだ。でもヤッコ1で400円にします。これもう絶対これじゃん、富田。ここ行こう。電話しつつ行くわ。このあと4人って入れますか？はい、ちょっと待ってくださいませ。はい、5分後に着きます。どうですかね。どうすあ、こんですか。はい、ありがとうございます。お願いします。結構なったかった。行けたよ。お、ナイス。5人楽しみ。うなぎまぶし丼とビンビールとうなきも。うなきもいいね。お願いします。でもし飲みたくなっちゃったらもうなしね。何が撮影で飲みたくなっちゃったら、あ、このまま飲みたくなっちゃったら、そう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 。いやでも古着着たくなっちゃったら、いや、ならないならない。見たくないもん別に古着。そんなこと言う。見たくないわ。ピート行きたい。ね、お前が言ってたじゃん。プライベートピート全部行きたいの。うなぎの特上って結構人生初ぐらい。いや、わかる。ないかも、もしかして。特上にしたことなくない？ないかも。まあちょっとケーキ漬けに、うん、いいやつをいただいて、ケーキを養う。あるのない。それは下手。やってくれた。キングさんもいい。それじゃあ内装のキングさんと、はい、マネージャー松尾さんと。乾杯、お疲れでした。ありがとうございます。ありがとうございます。しとったな。おぉって言うと。あんま飲むことないか。てか飲まないもんね。最近は。あれだけ焼肉行った時に2杯ずつぐらい飲んだよ。あ、飲んだかも。すぐ顔を使っちゃう。あれ動画で言ったことない。丸山君と俺が初めて会った人、あ、一杯で潰れてゲーしちゃったやつ。あ、そうそうそう。でそれ言ってたよ、多分。もう一回言っとこうじゃん。いい、初めて丸山君と会って恥ずかしい、ね、ま、なんかみんな一杯ずつとりあえず飲むかみたいな感じで、缶で一缶ずつ、あ、缶で飲んで、その一缶なんか飲み切る寸前ぐらいで、ちょっと待って。マジマジ結構真面目な話してたんでさ、一緒にこういうのやってこうみたいな話だったし、ちょ、ごめん、ちょっとやってくれ、ちょっとごめん。
分かる。でもしかもあれさ、出てなかったんだよ。出てないね。未遂。そこからもう初対面です。初対面です。ありがとう。これ食い出すってやばい今。食っていいよ。初めて食べたかもしれない。うなぎの酢まっ。どうもちゃん、うわやばうわ、いや本当にすごい、これすげえ。なんかやばい、なんか申し訳ないね。まあでもさ、せっかく名古屋に来たらね、いただきたい。でもせっかく名古屋に来たら多分これを食べるんで、まあ、本当はね、確かにひつまぶしなのかもしれない。いただきます。すすっていく。いや、この太麺がスープに絡んでいく。もう酔っ払ってんじゃん。めっちゃくちゃ美味しい。待って、マジちゃんと2段みたいになってる。そう、ライス頼まないと足りなくない？これライスいっていいの？これまた配分むずいよ。絶対無理だ。配分むずい。うわ、配分むずめ。でもこれぐらい食わないと名古屋に来た最初は飲まないですよ。そんなことある？別にヤバトンですごい良かった。いや、味噌カツで一番いいんじゃない？あの日はさ、ヤバトン行ってさ、店に行ってさ、あ、楽しかったで、割と物件も回ってさ。でも今日はさ、2個でさ、前回の来店よりはちょっとライトだった。で、しかもほぼ決まったしね。ライスのみって注文することってできるんですよ。俺も欲しい。あ、ごめんなさい、 3つでいいですか？ごめんなさい、 100% いただきたいじゃん。お前さ、肝のタレ俺の茶に入れんな。ごめんごめん、めちゃくちゃ香ばしくなるって。ごめんごめん、しょっぱお茶。ありがとうございます。ライスが来ました。なかなかの量だ。1月期待打ちじゃったの。いただきます。カリカリなのが美味しいよね。で、うなぎのおすすめはふるさと納税で頼むのマジおすすめ。あ、結構クオリティの高いやつはいい値段で買える。それこそ名古屋佐賀とかだったかもしれない。毎年俺頼んでんだけど、それ家族に送ったらめっちゃ喜ばれるよ。キングさん、そういや福岡なの。じゃあ福岡いろいろ分かる。分かりますよね。福岡結構ピュアの友達多いっすね。え、だからポップアップとかさ、福岡でポップアップしたいんですよ。今度。でももっと大きいで。いや、大丈夫大丈夫。いや、いいよ。前、だってでかいもん。いや、いいよ。こっちよりじゃない。いや、もっとこっちっぽいよ。だって、なんかちょっと端っこっぽいじゃん。行ったことないですよ。ほら、狭いじゃん。行ける限り、別に。距離あった方がいいと思う。いや、でも、マリアマック狭そうだよ、別に。だから、マリアマックはここの線までだから。てかさ、西はできないんだよ。でかいんだよ。でも今、そっちがあるなら、もうちょっと行ってほしいでしょ。いや、でもさ、端っこで食ってるかなって、めっちゃ怖いそうだったの。そんなことないよ。大丈夫、大丈夫。めっちゃこっちで食ってるかなって。でもお前の当選で考えたらマジで食うの遅くない？いやだからゆっくり食べたらうまいじゃん、こんなの。ということで、うなぎ屋さん後にしまして、こちらスパイクさん行きます。ここに下北って書いてる。そう、下北は名店だよ、もう本当に、ね、下北店で次が大須なんだ。下北からついに大須に出したみたいな、うん、下北は行ったことあるけど、こちらに今日はお邪魔したいと思います、はい、お願いします。僕はつなぎを着てきました。60のつなぎで、上はパタゴニアのグレートランナーです。はい、ビッキーズにキュアップスっていうスケートのね、ブランドのスウェットを着て、はい、直球だね。はい、の後付けとおそろいね。おそろマルチカムとドライブ入ってきましたね。おー、入ってきたね。お、なんか確かにここ数日で汚くなっちゃう。ちょっと汚れてきたね。汚いんでしょ。寄らないでください。じゃあ行きますか。はい、お願いします。
でもなんか奥の方に結構ラルフの良さそうなやつとかいっぱい売ってた。ネイビーとか実はあんまもうなくない？これナイロン？あ、ダックンダックランドだと。めちゃくちゃ綺麗だね。綺麗だよ。で、ナインティーとかなの？ちゃんとアメ製だったよ。あ、これは違うけど、こっちにアメ製あったよ。え、めっちゃいいね、確かに。すげえ綺麗だね。めちゃくちゃいいじゃんこれ。ビームス？昨日から俺、ウーウェアにゆかりがあ、そっか、昨日も古着屋でウェア見つけた。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。それちょっと古い、そのカーハートは。いや、メキシコ。メキ製？ちょい古いだね。ナインティー後半から00の過渡期みたいな感じじゃない？でもなんかいいな、やっぱ刺繍のロゴの方。結構さ、はい。ちょっともうお酒飲んじゃって。いや、ちょっと待って。顔赤くないすれば。なんか赤いね。まあ、マリアン君若干赤いね。疲れちゃって。ラルフっぽいな。ラルフだったらめっちゃいいな。ラルフ。ラルフっぽい。6号。ちょっと細かくいい。うん。多分さ、このさ、フラップのさ、これってさ、ネイビーでオリジナルないよ。マリンコープってこのポケットじゃないじゃん。これ51とかさ、51はこれついてるよね。でしょ、うん、ネイビーのさ、軍物のオリジナルで多分さ、この形ってないんだよね。わかんない、俺は6号をただネイビーにしただけかと思ってた。あ、そう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 、かっこいいな。で、実はないよ、ね、ラルフの良さですね。そのラルフらしいよね、なるほどね。なんか T が結構いかついよな、これとか。めっちゃ正直なこと言っていい？うん。T シャツ以外別にいらないんだよね。なんで？もう買い切った？でも昨日は結局それでさ、一枚袖のさ、あ、トレンチ。トレンチ買ってたじゃんね。あ、マルチカム。あ、マルチカム。ありました。マルヤマパンツ。マルヤマパンツ。いや、普通にいいよな。何それ？待って。ずれてる。これなんか名声のこれ名前あるよ。あ、ずれてるやつ。これとちゃんと違うね。そうそうそう。これ用のなんか名声の名前。あ、そうなんだ。これかっこいいね。めちゃくちゃ太いね、これ。結構ありだな、これ。はい、イギリス軍。あ、イギリス軍ね。あ、いいよね。俺も欲しいなって思ってた。ロイヤルネイビー。ロイヤルネイビー、うん、これ春季に合いそう。うん、ポケットがね、地味に特徴的でちょっと斜め、ね、確かにあり。しかもこのなんかネイビーなのもまたいいね。うん、かっこいい。え、ちょっとこの辺ちょっとちゃんと見たいな。見た、これ。何やった？ちょっとゆっくり見よう。それは知ってんだよ。ちょっと待って。あ、全部ラルフなんだ、この辺。これもこれ 4-3？いや、違うでしょ。これ何なの？ただのカーゴパンツ。これかっこいいね、うん、結構でかくない？ちょっとテーパードしてる感じやな。んか欲しいって言ったじゃん、カーゴパンツ。いやいや、あれね、43が欲しいね、M43 が。すごい、全部ラルフだ。スラックスもあります。コーディロイ。 T 見ようよ。てかこの上の T 結構やばいね。このレイジーいいな。赤い方じゃなくて、こっち左の方。え、あ、ペニーワイズ。かっこよ、これ。ペニーワイズかっけえわ。ちょっと T いいですか？ペニーワイズ、これめっちゃかっこいい。かっこいいっすね。ジャイアントボディめっちゃいい。え、いや、だからローリングストーンズ俺の奥さんが好きなんて。あ、そうなんだ。うん、それ一回言ったじゃんね。うん、そんな、まあまあよ俺。うん、ちょっと何、だから俺じゃないよ。これ俺じゃないんだよ。これニューオーダー、うん、ニューオーダー、ニューオーダー。結構いかつやつじゃないこれ。いや、全然あり。あ、いいね。ライフロムリパブリック。しかもちゃんと90年代ね。普通におしゃれだね、その T シャツ。あ、キンコン。キンコン。キンコンね。コンなんだ。西野さん、カジサックさんみたいになってるもんな。いや、マレー君、結構マレー君欲しいのあるかも。割と、いや、あ、かっけえ。これとかいいじゃん、めちゃくちゃ。しかもでかいね、めっちゃ。あ、かっこいいよ、でもこれ。かっこいい。これでもそのままこれでさ、良くない？ね。いや、マレー君結構いかついやつ欲しいって言ってなかった？いや、欲しい。昨日ちょうど話してたよね。うん、ちょうどね。ね。終止符したいって言ってたよね、T シャツね。キング君結構かっこいいよ、それ。ね、かっこいい。うん。あ、こんななんかいっぱい人いるパターンあるんだ。お前、このピンクよりいいんじゃん。ええー。ああ、いいね。かっこいいね。なんだこれ。いいっすね。貝みたいな。うん。これ。いや、でもこれかっこいいよね、やっぱり。相当かっこいいな、これ。サイズは WXL だよ。ええー。でかいね。ちょっと珍しい。結構ありだな、これ。ピンクロイド。ええー、これめっちゃいいわ。え、後ろ見せて。本当だね。ああ。かっこいい。え、これ単純に退職でこんななってんの？全体こんな綺麗に退職するの？すごいね。だけどタグしっかり残ってるわ。いや、いいっすね。バービーね、これ。ジョイデビじゃん。
ほんとだ。俺これがいいかも。俺もそれがいいよな。ジョイディビ、これめっちゃ これがいいかも。でもさ、ジョイディビジョンか、ニューオーダー、どっちか、うん、どっちかいい。うん、そうだね。うん。だから今ここにいるので、あ、そうなんだ。ジョイディビ結構俺も欲しいかも。これニューオーダーよりも。俺はニューオーダーが欲しい。いや、ニューオーダーやばいよね、これね。あ、はい、これだって。よいしょ。だからやめてよ。でもちょっといいな、これは。ちょっといいな、でもこれな。このリングストーンちょっとかっこよくない？割とこうハーコーなね。確かにコーンとかね、パンテラとか。おお、うん、かっこいいです。ハンデか。あ、それちょっと良さそう。何なんだそれ。マンソン。あ、ちょっとかっこいい。ゴッドイズノーウェア。え、めっちゃいいね。バックモニューめっちゃいい匂いです。いい匂いだそれ。本当だ、かっこいい。見せて。あー、出た。かっけえ。しかもそれも大きいな。いや、かっこいいよね。あ、これいいね。いいっすね。そのメタリカはなんかその手書きみたいな。ポップさあり。ポップさあり。確かに。本当だ。ポップさあり。ポップさありって。もう一枚ジョイディビジョン出たよ。ああ、そっちもいいね。ああ、本当だね。いや、俺さっき。俺もさっきのかも。でもかっこいい。いや、Tシャツかも。今日はね。あ、それあんだ。ちょっとそれちょっと欲しいわ。めっきり。ベストね、ベスト。めっちゃ高いよね、これね。あ、顔じゃない？あれ？あ、なってる。わかんないんだよ。いや、俺もわかんないけど、これはずっといいなと思ってた。これは？いや、わかんない。ちょっとわかりにくいゾーン入った。うん。あ、お、クリアンシンちゃん。違う違う、スマッシングパンプキン。これ有名だよね。うん。クリアンシンちゃんじゃないの？クリアンシンちゃんじゃないかも。クリアンシンちゃんいるよね。シンちゃんでもそれいる。てか、最近のシンちゃんの映画見た？いや、見てないよ。結構面白かったんだよね、今のやつ。しんちゃんの映画とかさ、子供系のやつって意外とさ直球で食らうんだよね。あれってなんかすごい最近俺聞いて、うん、しっくりきた言葉なんだけど、あれってやっぱさ、うん、映画館にさ、お父さんってお母さんってさ、子供で見に行くわけじゃん、うんうん、だから子供だけが楽しいんじゃなくて、お父さん、ね、お母さんも見れるみたいな。マジいろんな目線で面白いみたいな振り込みがされてるんだよみたいなことを教えてもらって、うん、いや、そうだよ、そうだよ、そうだよ。だから家族が基本あれなんだろうね。そうそうそう、だからちゃんと大人もわかるし、うんうん、まあ、その年代にあるあるのボケもあるし、泣いちゃうじゃん、ね、そう、直球ではあれ、めっちゃ泣かせに来るもんな、もう、うん、しっかりと、ね、このカールじゃん、カールじゃん、うん、シンプルだね。うん、ちょ、さっきのやつも良かったよな、やっぱかっこいい、なんかシンプルで。あ、一緒いいね。トランスフォーマー。トランスフォーマーに強いアユだよね。はい。こっちがフェイスかな。そうだ。うん。あ、すみません。マルケってよ。うい。シャナイヤじゃないそれ。マドンナだ。いや、シャナシャナイヤにお前めちゃ反応すんじゃん。シャナイヤセンサーすごいな。シャナイヤ。シャナイヤじゃない。持ってる持ってこない。ロラパルザ。かっこいいね。お、なんかドラえもんのパチモンみたいな。アニメ。本当だ。アニメローア。あ、あれじゃん。誰だっけ。うるせえやつら。あ、うるせえやつら。ランマでしょ。ランマ。ランマ。これもののけ？違うでしょ。え、これうるせえやつらじゃん。うるせえやつら。あ、ちげえわ。なんだっけ。あれやばいね。ラムちゃんだ。ラムちゃん。あ、ラムちゃん。はいはい。面白系。ライフザビーチ。スマパン。スマパンデッド。あ、いいね、R-E-M、いいね。これなんか珍しくない？あんま見ない。今日超でかいな。結構さ、ガティサイズだからハルキ嬉しいんじゃない？そうだね、ガティサイズって、うん、え、これ筋肉かと思ったわ。あ、なるほどね。かっこいい。これちょっとこっちを。これ何それ。わかんない。それ何？わかんないけど、なんかいいじゃん。絵本みたいな。アニメ？エアロスミスだ。これトゥーンじゃないの？トゥーンワールド。トゥーンワールドじゃない。やっていきましょう。ちょっとエアロスミスでーす。ごめん、ちょっとやめるわ、うん、今カットお願いします。もう一回言ってもらっていい？ちょっと今音取れてなかったっぽい。僕のターンでーす。お、マジこれガチの千年リングじゃん、うん、千年ロッドだ。マジで遊戯。すげえ。あ、これやばいじゃん、ガチで。ほら本当に千年リングじゃん。これ何リアル？リアルわかんない。いや、千年ロッドでしょ。いやいや、わかんねえな。じゃない？ワールドツアーって書いてるし。グリーンなわけないだろう。あ、いいね。これメタリカなんだね。あれみたいだね。個人。はい。ね。そ
その色いいな、レザーバーダックス。映画、映画ピンクフロイド。え、すごくないそれ。これです。エアブラシ。いや、わかんない。濃い、濃いけど、すげえ濃い感じなんだ、うん、このパターンはあれですね、オフィシャルなのかわかんないですけど、確かに確かに、すごい綺麗だね、うん、でもタグいいね、ちゃんと。結構この総柄系の T シャツ好きなんだよ。着る、うん、あ、着る、着ます。それもゼリーガルシアのやつ着てるよ、うん、あれマジで着てると頭おかしい人になるまあね、ちょっと袖まで行ってるとね、これなんかいいね、いいね、アビーロード、うん、いや、違う違う、大丈夫、いい、止めなくていい。でもさ、止めなくていいよ、後ろもさ、なんかさ、サイケっぽいよ、本当に。本当だ、ちょっとかっこいいな、これ。いや、大丈夫、大丈夫、その前、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 前。それでは、春から商品3点ご紹介させていただきます。1つ目が、Xbox のジップパーカーです。これに関してはタグも XBOX でオフィシャルっていうところに聞かれてピックしたんですけど、色味だったりジップアップでラグランっていうのも洋服として非常に珍しいのでおすすめですね。2つ目はブラックダイヤモンドのソフトシェルジャケットです。簡単に言うとパタゴニアの姉妹ブランド的な暗い目に特化したブランドなんですけど、非常にソリッドな印象で、ソフトシェルというとシュッとしたイメージなんですけど、カラーリングも相まって柔らかい印象で着れるのもありがたいですね。3つ目はアディダスのスウェットパンツです。しっかり太めのテーパーズがほとんどかからないシルエットで、探すと地味になる形だと思います。僕自身も私物でよく履いてるんですけど、すごく重宝してるんで個人的にもおすすめですね。はい、以上春から商品3点ご紹介いたしました。春では毎日商品の入荷を行っておりますので、ぜひ気に入りの一着を探しに出してください。いいね、スモーパン。やっぱそれいいよな、うん、これ14万円、スペシャルやつよね、これね。どこで見たスペシャル、これはそれこそフィートで見たのかな。フィートか、うん、でもサイズがね、あれなんだろうね。あ、でも L サイズか。すっげー綺麗だよ、90年代。カードお揃いできます。カード2枚あります。本当だ、すごい、いい色。すごい、やっぱ違うね。でも同じものなのにさ、全然こう色のフェードが違って、こっちが好きな人もいるだろうし、こっちが好きな人もいるし、面白いね。ちょっと遮っていい、うん、これ珍しくねえか。めっちゃ遮った。えラルフで中畑行ってるの。あ、どういう感じこれ。てかこれ俺買ったやつじゃん。てかこれの色違いだね、俺持ってるの。あ、でも裏とか全然違う。ガンガン行かない。あ、ごめん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 。あ、ドラゴンボール。あ、いいね。スーパーサイヤ人ですね。しかもこれカタカナなんだね。めっちゃいい。しかもめっちゃ古いよ、サイズでかいし。これ超欲しい人いるんじゃない。これソニックユース。お、いいね。ソニックユース欲しいって言ったのもあれ、僕、うん、この2枚ね。こっちはコーンで、うん、これがアートかと思った。ピンクフロイド。はあ、いいね。後ろさ、ほら、これいいかも。結構このピンクフロイドなんか全然その感じしなくて。ハートコバーン、こっちありだから。スリップノット、うん、ファールジャム、おいいね。このレイジあれだよね、春のオープンで出したよね。あ、そうだっけ。そう、あ、そうだっけ。夏めっちゃ欲しかった。かっこいいよね。うん。お、サウンドガーデンだ、やば。サウガー、サウガーだ。サウガーっていうのこれ。いや、俺めっちゃ好きなんだよな。あ、でもしかも丸山くんっぽくていいよな。うん、え、マジ。確かにちょっとわかるかも。わかるよ。うん、丸山くんっぽいかもこれ。そうだね、そう。もう一枚。しかもこれ結構プリントが擦れてて、しかもでかいね、めっちゃ。XL じゃない。うん。あ、RM、 あ、それ結構いいかも。これさ、ちょっとそれいいかも俺。珍しいね。好きじゃない、なんかこういうの。あ、そう、いや、これ結構いいかも。これちょっとキープ。結構珍しいですね、この子。確かに。てか、かわいいでしょ。結構いいね。なんかディズニーっぽいよね。ね、ね、そうそう。かわいいね、コーンだけど。いいコーンなんかさ、怖いやつ多いじゃん。ね、多いよね。ハーコーというか、なんかちょっといかついじゃん。結構、こういうのね。これラルフなんじゃない、ワンちゃん。いや、ラルフでしょ。え、これマジラルフかな。ラルフだと思う、それ。なんかさ、うん、服屋でさ、こうかかってるやつをさ、こう見んのちょっとなんか気まずい。ああ、恥ずいよね、ちょっとね。ちょっと待って。え、これはラルフで。あ、ポロスポなんだ。ポロスポーツでしょ。うわ、すごいね。ラムレザーっぽい感じ。恥ずいやつだ。なんだった。いや、これダイナソー。あ、そう、ちょっと届かないやつだった。いや、かっけえ。言うてこれじゃない。頑張れ頑張れ、いけ、お前ならいける、お前ならいける、いけよ。
もう一回頑張って、もう一回頑張ってみて。冷静にさ、トイレも行ってさ、俺だってさ、1月2月で俺ダイナソーの T シャツ2枚買ってっかんねん。そんなやついる？収縮系じゃん、あれってちょっと届くか、チャレンジだからこそ。だからもうこれも買って、これも行こうみたいな。ちなみに持ってる？これ持ってないね、さすがに。かわいいしね、かわいいしね、ブルドッグ。これいいじゃん、いける。でも届かないこれ、いや大丈夫だって。ほら、だって買ったんでしょ、2回も。あー、いけいけいけ、あー、まだか。チャンネル登録よろしくお願いします。これ僕が買ったハンティングの色地、高円寺でね買ったやつ。赤も結構いいね。あ、全部ラルフではない、ラルフ系列系だ。ラルフ系列系か。ポロスポ、あ、これいいな。名作キルティングタイプ。あ、でもダイヤじゃないね。うん、あ、ほんとそうだね、うん、ちょっと丈も長め。ファイヤーマン、おー、ファイヤーマン、かっこいい。着てる人マジいなくない？いや、ファイヤーマン系って。何それ、そのラルフ。これシノでさ、売ってたやつじゃない？いや、違うね、違うか。それはなんかでも形地味に ないな、それね。うん、これは袖がちょっとね、スウェットとコットンシェル、うん、お、あ、違うか。フェイクムートンみたいな。そうだね、うん、レディース。そうだね、フェイクだね、2枚、うん、そうだね、いや、いや、いや、俺レディースって言っただけだから。いや、でもつまりそういうことじゃん。優しくね。確かに。でも出てきてたんだ、ここまで。出した瞬間思った。そう、あ、出した瞬間思ったの。すごっ。これはフリースタイプのスイングトップ。あ、うん、ニットがね、ショールカラー、ショールカラーですね、うん、いいね。あ、それ見して。あ、いいじゃん、かっけえ。これユダイ好きそう。これさ、あれじゃんね、ユーコンか、形。あ、ユーコンだ、バウアーだっけ、うん、そうだね、ちゃんとパンパン、うん、結構いいね。バウアーのね、ユーコンジャケットって言われるジャケットサンプリングしてるやつだね、これね。上も全部レザーラルフでしょ。ラルフっぽい ねこれかっこいいわ。ちょっとこっち行っていいっすか、俺も。それがいいっすよこれ、なんか古い、うん、古いで、生地がね、モールスキンみたいな。へぇ、触ってもらうと分かるかも。本当だね、スウェードじゃないんだ。しかも AT じゃないかな、これ。いいじゃん、これかっけえじゃん。うん、かっこいい、新卒付き、うん、なんかここが丸くて可愛いな、これも。実はさ、ありそうでないよね。ありそうでないね、ラルフはさ、結構さ、うん、その絶妙なさ、うん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 、そのありそうでない、珍しいとまでは言わないみたいなさ、うんうん、線引き結構俺たちマジ上手じゃない？いや、上手だと思う、ね、マジめちゃくちゃ詳しいよね、ラルフにね、そこ、うん、これさ、あ、かっこいい。近年だったら分かるんだけど、ケアラベルついてんだよ。本当だね、本当だ、これすごくない？これフォトグラファー系、うん、ラで、ダウンなんじゃない？ダウンベスト、素晴らしい、ね、めっちゃいい。で、結構ありかも、これ。で、フード入ってそうだし ね、いや、めっちゃいい値段するね、スペシャルだね。ケアラベルついてたっけ？待って、これ熱っ。これすっげえいいぞ、この生地、このペン。しかも古い。なんだっけこれ、ガンクラブ、ガンクラブチェックなのかな、うん、セブンティいいっすね、セブンティ、うん、いいね、確かにめちゃくちゃ生地いいね。結構好きだよ、これ、うん、あ、それいいね、これオープンカラー、うん、そのオープンカラー、ちょいアタラーだね、これね。好き、なる。え、ペンペン、うん、ペンの解禁90ぐらいかな、しかもでっかいね。あ、なんか00かも、ね、結構あったらしい。これ全部ペンだわ、すごいね、うん、いいね、相性、しかも、うん、それいいね、これラルフだ、これは。いや、でもこれめっちゃいいね。後ろ見た、見てない。ああ、このこれ若干気まずい、ちょっとあれだね、気まずいかもしれない。これもいいよな、結構おしゃれ、おしゃれだね。それ右隣もポケット面白い、なんか変な形だね、すごい、ヴィンテージあるよね、なんか、うん、ハンティングとかで。これすごいな、ちょっと面白いな。ここはスウェット系は全部リバースなんかな。これリバースだった、うん、T シャツちょっとガチで悩もうかな、うん、T 臭いよね、なんか、うん、え、な、 T シャツ欲しいの？うん、 T シャツ欲しいかな。さっき見たやつをもう一回ちょっと洗い出して真剣にこう当ててみようかな。なんかちょっとウサギのやつ着てみようかな。うわ、ヌーボだ、取れちゃう。欲しい、え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、それはちょっと、え、ちょっと欲しい XL だったらめっちゃ欲しいかも。 L だったら全然、あ、ごめん、 L だ、あ、なんかだから新しい俺はやっぱ、うん、その後のやっぱジョイディビジョンの後を行くわ、うん、あれ、そうだよね。でもマリオ君もさ、ニューオーダー欲しかったんじゃないの？あ、ジョイディビジョンがニューオーダーだよね。あれ、そう、合ってるよね、合ってる、合ってる、合ってますよね、合ってますね、
酔っ払っちゃってちょっとなんかおかしくなっちゃった。ちょっと着てみようかな。もうこれ着てみよう。あとこのピンクフロイドも結構好きかもな。はい、あ、すいません、着させていただきます。あ、着た。あ、てかめっちゃいいじゃん。ちょっと T シャツの上から。いや、それいいわ。あ、いいいいいい。あ、いいじゃん。超いい。いいよ。うん、全然ニューオーダー感ないよ ね、 ね、 なんかね。てかブラックの T シャツのイメージがあんまないんだ。そう、あんま着ないんだね。あんま着ないんだね、うん、あ、なんか珍しくない。確かに、ね、このブラックボディな感じが。俺黒結構あるからさ、ね、これはすごいなんか今丸山くんって感じ。奥さんに買ってってあげれば。いや、そんなに T シャツが欲しい感じじゃない。嫁、うん、1回 T シャツ買ってあげたんだけど、いらねえ。最初喜んでたんだけど、なんか2回ぐらい着てからもう見てないんだよね。あれどこ行ったっけ。うん、だから聞くのが好きで。捨てちゃったよ。別にあの着るほど好きなわけじゃないんだよ。あ、逆にね。でも男のさっきさ、ちゃんと見えなかったんだよ。カメラの奥で僕は見てたんで。ちょっともう一回、ちょっと早い早い。早っ。いや、でもすごい似合ってた。っていうか、なんかブラックを着てるイメージがないからすげえいいなって思った。いきやす。これを、ありがとうございます。え、これ何？ XYZ ってドラマ。あ、ドラマか。これ単純にかっこいいな。ちょっと。これかっこよくない？ちょっとこれも着てみて。ちょっとこの2つを試着してみようかなと思います。ダイナソンも行っちゃう。だからお前届かないじゃん。ちょっと待って、いいっすか。